これはすごいな。多分これ桁違いに難しいよ。桁違いだと思う。倍だってもんじゃないと思う。よし、しっかり見ようか。これは見ない。50パー。初手からここで。そこはもう。危ない。うわー！めっちゃ揺れる。瞬殺。ミス。早。はい。すげえ。動くんやん。おはよう。頑張れ。はい。はい。バーストした。バーストした。後ろに行くのエグいね。だいぶ早いパンってやったとこうなるやん。止まってない。あれやばいね。止まってたら耐えるし。ここでガチャって止まればいいけど、さらに後ろ行くから。後ろ行くやん。前が外れるんや。バーストやな。バースト。完全にバーストやな。それでは皆さん、おめでとうございます。やるしかない。やるしかない。やるしかないっす。今のデモンストレーションを見て、攻略法みたいなのは思いつきました？やり方のイメージはできました。ただかなり回転する分指への負荷が強いんで、まあ、そこが耐えれるかどうかっていうところですね。ここまでその指の力を残しておかなきゃいけないんですよね。そうですね。スタートからずっとこう指だやら腕やら使うところが続くんで、まあ、それでこのバーティカルリミットいけるかどうかですね。いや、なんか想像よりきつそうですね。なんかあの気になってたんですよ、ファーストセカンドやってる時も。なんか新しいのあるなみたいな。実際にその動いてるのを見たら想像より難しそうでした。今までは頑張ります。伊藤さんの設定してくださったとこまで行けるように。本当ですね、見たいです。ちょっと生で応援します。ありがとうございます。めっちゃ嬉しいです。前回大会の目標はファイナルステージ進出。いや、完全制覇を目指すためのサードステージが始まります。前回一緒にいた、ファイナルに行った2人が後に控えてるんで、間違いなく僕よりも力を持ってる2人だと思いますんで、ぜひ自信にして、まあ、僕の方は気にしないで、自分の持ってるものを出し切って戦いに来てほしいなって思います。見たい。またこのシチュエーションが一番僕が燃えるシチュエーションです。来たな。行きますよ。頑張れ。ありがとうございます。近寄られます。やりますよ。頑張ってよ。太陽をちょっとあのファイナル見せてやって。わかりました。頑張って。頑張ります。お疲れ様でした。おYes, very strong. I believe in you. Do my best. Yes, I believe in you, okay? Okay. I want to see you clear. I want to see the clear stage 3, okay? Yes, please. I can do it. Good luck. よっしゃい。よっしゃい。よっしゃい。いっぱい楽しんできてください。お前がナンバーワンだ。めっちゃ嬉しい。頑張るぞ。さあ、森本さん、いよいよまだ誰もクリアしません。はい、はい、ゼッケン100番森本さんの番です。そうですよね。まあ、ただこういう誰もクリアしていないシチュエーションでクリアするのが100番だと思っているんで、逆に今燃えてます。じゃあスタートの方にお願いします。よっしゃい。よっしゃい。さあ、いよいよただ一人森本くん
かっこいいとこ見せてくれ。本日サードステージ最後はサスケ君森本ステージです。応援よろしくお願いします。はい、頑張って。どうぞ。森本しかいねえぞ。驚かせてくれ。栄光へと近づくための唯一の道。誇り高き100番、現役最強、3度目の完全制覇、そして最終競技者、全ての期待を一人で背負い、時代を生きた証を残す舞台へと続いていきます。通算10回目の100番完全制覇のサスケくん、森本裕介32歳。3度目の完全制覇に向かって残った最後の一人です。サードステージが始まります。去年のファイナル届かなかった、あと少しの完全制覇に向かっていくサードステージだ。順調なフライングバー、足を振って体を振ってサイドワインダー、全身の筋肉を躍動させる筋力とその勇気、落下するボールもしっかり耐えました。そして次は回転している3本目、恐怖の円柱、3本目キャッチ、一周待ちます。体勢整えた、4本目、よし、着地慎重にね。そして着地、森本裕介サイドワインダーをクリアしました。少しうなずきました。そしてスイングエッジを確認します。99人の他の挑戦者たちは皆姿を消しました。最後の一人はリタイアした瞬間に全ての競技が終わります。そのプレッシャーに打ち勝ってきた森本裕介、長野誠さんのように。長野誠さんのように最後まで諦めない、その体と心の強さを見せる。これが100番のプライドです。少し危なかった。100番のプライドです。あ、左手そうだよね、やっぱりね、左手でセーフ、セーフ。森本裕介はこのクリフディメンション、一度もここで沼に落ちたことはありません。2023年いまだ続く森本のクリフ不敗伝説、後方への1回目、OK! 穏やかな表情だ。タイミングを見ている森本裕介、クリフ唯一無双の森本、唯一無双の森本、トイレキャーケイ、さすが無双の森本、今回もキャーよかった、さすが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 、なになになにや
元気だよ、唯一無双の森本。今回もクリフ超えました。クリフでは落ちない、絶対に落ちません。こっからよ、森本ちゃんのポテンシャルよ。倒してね、これマジで。倒してね、これマジで。そしてやってきたバーティカルリミットバーストです。現役の最強プレイヤー森本裕介とサードステージ新しく現れた難敵バースト、初めての対決です。今回はファイナル5割、サード3割、ファースト2割のバランス良い練習を行ってきたバーティカルリミットバースト初対決。揺れる、耐える森本裕介。ここは垂直、ここは固定されている。そして危険なイエローゾーンに入っていく。揺れを耐えて森本つかめ、このサードどうなっちゃうの？森ちゃんができない。一番マジか、もう現役最強だよ。いや、もう6年前以来だからこれ。いや、終わったよ、もうこれ終わった。いや、サスケ史上一番衝撃映像を見たね。サスケ終わった、やばいわ。今までの歴史ですごい映像を見たと思う。なにこれ、森本裕介撃沈。森本裕介の悔しさが沼地に溶け出している。バーストを見つめた森本。くそ、悔しいな。森本でもなんか嬉しそう。バーチで初めてやられて悔しいだろうな。燃えてるだろう、ね、燃えてるね。メラメラしてる。森本さん、お疲れ様でした。お疲れ様です。こんなに悔しさをあらわにしている森本さん、久しぶりに見ました。いや、いけると思ったんですけどね。ちょっと今回は完敗ですね。新エリアのバーティカルリミットバースト、とんでもない難しさでした。完敗でしたか。完敗です。これをクリアできるようにまた1年トレーニングをしっかり積んで帰ってきたいと思います。完敗というのはどんなところに理由があるんでしょうか。そうですね、結構僕としてはスタート地点からもう完璧にコントロールできて、余力も十分に残して新エリアまで到達してたんで、あ、これは十分クリアできるなっていうふうに思ってスタートしたんですけど、で進んでる時もずっと
いけるっていうふうに思ってて、最後耐えたと思ったら弾かれましたね。余力はだいぶ残ってました。いやでも水に落とされたらもう完敗なんで何も言い訳はできないです。森本さんが沼地に落ちたのは6年前のバーティカルリミットでしたね。あ、そんな前になりますかね。確かになんかこの全身びしょ濡れになる感じすごい懐かしい感じがします。その水に濡れるというのは悔しさを増幅させるものなんでしょうか。そうですね、今は結構落ち着いてて、これはまた来年頑張らないとなっていう気持ちなんですけど、多分これが1日2日経つとものすごい悔しいと思います。いや本当にファイナル行きたかったんで、ファイナル行って去年逃した完全制覇 V3 を取るつもりで来たんで、ちょっと残念で仕方ないです。左を見れば新ファイナルがあって、あそこに今回は挑戦できる権利を得られませんでした。いやなんかそう言われるとちょっと実感が湧いてきてすごく悔しいですね。いや本当に今回ファイナルも進化させていける準備をしてきたんで、それで届かなかったのはちょっとすごく悔しいです。まもなく2024年を迎えます、はい、森本さんどんな1年にしましょうか。そうですね、でもやっぱり僕の目指すところは変わりません。前人未到の完全制覇 V3、 これを必ず成し遂げるというその一点のみを来年も見据えたいと思います。楽しみにしています。はい、お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。森本裕介さんでした。よかったぞ、よかった。これは森本やってくれると絶対信じてるから、こっちはこっちでまた大変だろうけど、森本なら絶対いけると思ってる。まあ今日はまあ頑張った。まあ次の大会また期待します。なんか久しぶりに濡れちゃったね。最近落ちたことなかったけどね。まあよく毎回ここまで来るね。一番好きなサードができたんだから、バーティに触れたことだけで強かった。そうね、これでバーティに触れてなかったらもっと悔しかったと思うんですよ、ね、一瞬でもあそこまで触れたからすごい収穫だったからね。これ大きいと思います、始まった森本裕介対バーティカルリミットバースト。最初の揺れ、そして回転はうまく乗りこなしていきました。そしてこの垂直部分は全く問題がありません。森本裕介のここまで4分の3終わって、ここからのイエローゾーンだ。そしてここの最後の回転、苦しんだ。右手左手離れてしまっている。別の角度からです。やはりこのイエローの乗り換えというのが非常に難しい。揺れる、疲労もある、バランスも難しい。指の力だけではないかもしれません。さらに体のこの使い方、そして回転をするところのバランスが少しでもずれると左手が離れて右手も離れていってしまいます。苦しいこの指、ぐっと掴んで右手、そして左手が黄色につく前に指が離れてしまいました。森本裕介の指力をもってしてもバーティカルリミットバーストは攻略ならず、今回導入されたバーストの恐ろしさを
知ることとなりました。森本裕介3度目の完全制覇に向けた挑戦は来年以降に続いていきます。いや、サードで濡れてる森本ちゃん見る久々だよ、うん、どうなんだろう、森本ちゃんの心境なんかある意味ワクワクしてる。いや、燃えるでしょ、これよね。あ、そういう男だから、ね、また大きくなっちゃうよ、どうなんだろう。本当だよ。お疲れ様。乾杯です。ナイスファイト。いや、かっこよかったもん、さすが。いやー、マジで。いや、かっこよかったですよ。久しぶりビデオ抜けてるぞ。いや、なんかね、懐かしい感じ。あまり見ないね、本当に。もうどうだったよ。なんか、久しぶりになんか強敵に真正面から倒されて、なんかね、ちょっとすがすがしい。聞いてる今。あんま聞いてない。すごいね。そうね、前回ほどじゃないよ。そういうことだよね。結構スタートから全部コントロールして、ここの前に立つ前に、そうだね、残り多分8割か9割ぐらいは残ってて、そんなにやったよ。いやー、であ、これはいけるなっていう感じだったけど、で、最後の1個も結構余力があって、うん、あ、1回目と同じでいけばいけるわと思っていったら、こうすごく後ろに回っちゃって、やっぱりね、スポって揺れてた。最初前に行ったのよ。前に揺れて、その反動やっぱり。あ、そうか。じゃあ前に行ったから戻りが大きかったんや。そういうことか。ぴったりぐらいのところで取れば。僕だったらあれかな。やっぱ後ろに引いたぐらいで行かないと。そうか。前に行っちゃってこう行くと、そのぐらい前に行って、その場で耐えなきゃいけないんです。そうだね。振り止めて。ちょっとこれ誰か作って。いやもうみんなでやろうよ。俺も作るでしょ。俺もね。俺も作る。俺も。でもね、ちょっとまた佐藤君の家で合宿しようよ。やるやるやるよ。やるよ。線路増強しとくからやろうと思うので、また1年ね、頑張りましょう。ありがとうね。しゃあないね。また長い1年が始まる。そうですね。ここからですね。いや、まあでも、これ1年やるんすか。やんじゃうよな、これ。死んだ分、バキバキになってますよ。めっちゃしんどいですよね。いや、でも、なんか、すごく楽しかったです、今回の作品。楽しかった。はい。もう、満足です。申し訳ないけど、本当に楽しくてありがとうございましたという感じです。はい、ありがとうございました。はい、森本さん、森本さん、そしろーくいいハードです。ベリベリIf you come in, but maybe you move it quickly. I see you go quickly, whoo, and spinning. Maybe good. Take it slowly. Yeah. So now we have to rebuild this obstacle at home. So we are ready for next year. Yeah. Yes. 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 And then I want to have a battle with you against you at the Mount Midoriyama next year. Okay. 来年はそこで一緒に対決したいです。一緒に行きたいです。こう。Battle is on. But still a really great performance. Next year. Next year, yes. So strong. It was nice to meet you. Morimoto. Oh my goodness. Thank you. So strong. So strong. It was incredible getting to watch you, getting to cheer you on.You are an amazing athlete. Thank you. I passed that. Too fast. So maybe grab, pull, then transfer. Yes. But it's brand new obstacle. So it the first time on an obstacle is always the most difficult. I told Renee and everybody, it may have beaten you once, but I doubt you'll fall there twice.You'll get it next time. I just hope to be here cheering you on when you beat it next time. And watch you beat Mount Midoriyama. Kazen Seiha, three times? Yes. Wow. I got it next year. Yes, yes. Wow. Yes. Congratulations, yes.負けました。やられちゃった。もう精一杯やった。頑張ったね。しゃあない。
もう余裕がなくなって慌てて雑になってしまったとか。いや、力は最後の時に7割ぐらい残ってて、はい、多分急いだの。急いでしまった。前にこう振られた時にパンパンっていって、うん、振られが大きくなってスポッて抜けた。あ、もうちょっとゆっくり振られ抑えて触ってちょい回りでこうぐらいやったらよかったけど、ちょっと早くやりすぎた。前回のファイナルの時みたいなあんな悔しさはね、あんまりない。悔しいのは悔しいけどね。悔しいけどね。もっとさっぱりしてるような感じです。そうです、ね、まあ、で前回は悔しすぎたけど。あ、はい、今回も悔しい。あーねー、ちょっと前回取っときたかったな。ややこしいやつが入ってきて。UNEXT パラビコーナーでは出場選手100人のノーカット完全版が見られます。新作動画続々公開中。チャンネル登録よろしく。